ここでは宋がどんな王朝なのか超簡単に解説する。ポイントはただ一つ、宋王朝は武力が超苦手ということだ。そこで宋は武力を取らずにどうしていくのか、一緒に宋を覗いていこう。いやはや300年も続く党も最後はアウトローな節度氏の反乱により崩壊してもうてだしな。わしらはもう節度氏のような武力はやめるべきです。国を治めるのは学問です。武力でなく一致政治としてやっていくべきなんですよ。どうしの学歴主義こそ平和出すもんな。そうですよ、古代秩国時代の混乱の原因は節度氏なんです。そうでは節度氏は廃止する。親方すまんですが、そうはもう武力はやめなんす。俺たちじゃあここどうしたらいいんだよ。困るよ。こうして宋王朝では節度氏がいなくなった。いなくなることで宋の辺境の防衛は一気に弱体化。異民族が次々に侵入し、特に宋の北には北方民族キッタンの王朝両軍の万里の長城の内側にまで進出し、宋を圧迫していった。ドグマ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 で学ぼ。おい、そう、俺らたちがこの国を支配するから、おめえら無駄なチェック、そんな、そのなければ戦争だですわ。いや、待ってください、寮の皆さん、私らも武力はもう嫌いなんです。戦う気はないんですよ。ただ支配されるのも困るんです。え？ならどうすんだです。我々もこんな郊外よりも北の山にとって暮らせっちゅうのも都合良すぎる。そこでですが、金で解決するってのはどうですか？金？お、なんか急に生々しい話になってきたな。そうは歴史から学び、武力では結局国が崩壊することを学んだんだ。そこで金を毎年寮へ送る代わりに攻めてこないことを約束させたんだよ。お、そうは金を払うことで平和を取ったのか。でもそんな金を払い続けて長く持つのか。いや、それは予想通り財政は圧迫されていくよ。いやいや、どんどん財政がきついですな。税金も上がり始めて国民の不満も高まりつつありますよ。なんとかしたいですが。なんか知らんが寮が滅びただす。これで金は払わんでいいですな。やったです。でもなんで寮滅びただすが。なんだこのぬるぬるは。こうして宋は北の領域をすべて放棄し、長江の南区域に都を移し、南宋を建国。この通りです。我々の奥義はやはり管理解決です。南宋は全面戦争を恐れ、両同様平和を金で買う戦法を導入。なんとか金戦法でギリギリ生き残った南宋、長江という恵まれた環境もあり、金と南宋は安定していくのであった。しかし、おい南宋、今年は金をくれよ。何が起きたんですか。ここでさらに来たから、いや、そんな小さな話ではなく、世界単位であらゆる国を飲み込む世界帝国ができていた。それが世界の支配者、モンゴル帝国だ。今は全部欲しい、やりたいことは全部やりたい、いつだって自分が大好きな自分で、届きたもの全部めでたい、大切なもの全部守る、自分が大好きな自分を